はい、GoPro の LCD バックパックが家に届きまして、付属品の確認ですね、説明書もついてるんですけど、日本語もしっかりあります。なんで結構しっかりいろんな国に対応してるのかなってことで、日本語の説明書がついてるのと、あとはびっくりしたんですけど、こういろんな、例えば上穴開いてるやつとか、あとはこう防水の完全にウォータープルーフのやつとか、4つケースがついてます。好きなやつをつけるような形 で今回そのウォータープルーフのやつつけようと思うんですけども、まず GoPro に画面はこれ簡単です。ここ引っ掛けて押すだけです。でこれも外して、こういう普通ついてるやつをこう垂直に外せますので、でこれをこうつけるだけみたいな、こうつけるだけですね。でこれをこう入れてこうします。いつも通り。そうするとちょっと多少分厚くて重いかなっていう感じはするんですけども、で電源を入れて、そうするとこういうふうに画面がつきます。で横のボタンを押すと、こういう画面がね、再生の画面が出てきますので、これでビデオを押して、で例えばこう、ちょっと待ってくださいね、こういうやつがこう、例えばスノーボードで撮ったようなやつがこうやって出るんですけど、音も出ます。実際ここにスピーカーがついてますので音も出るんですけど、こういう感じで、早送りはここを長押しするとこう早送り、でちょっと待ってくださいね、こういう感じです。早送りでこういう感じで、巻き戻しは上をやると巻き戻しみたいな、で好きなようにこうやって見れるっていう、今ちょっと転んでしまいましたけども、でとりあえずすごい音も、ここにスピーカーついてますので本来は音も、でこうやってボリュームもこう調整できたり、で次の画面とかこうやって次のここを押したりすると画面が再生されるっていうのが、この LCD バックパックになります。要チェケラアイテムなんでよろしくって感じです。